はい、別館なんですけど、私先生にね聞きたいんですけど、ね、先生石川県ご出身ですよね。はいはい、私ね石川県のどうしても食べたい珍味ってあるんですけど、ええ、先生、まあ、先生も酒飲みだからご存知だと思うんですが、ええ、あのねフグの卵巣をぬか漬けにして毒を抜いたものが、名前がね私思い出せないんですけども、すごく珍しい、うん、おそらく明治以降の話じゃないかとそうか、あの石川県加賀料理ってのは基本的に京都でね、はい、そうですね、それであの商業的には終わりなんですよ。だから神奈川市内の、はい、神奈川市内の一番のところは終わり町っていう、うん、それから、マーケットは近江市場って言って、これ近江商人と近江、そうそうそう、でそれで前田の殿様ってのはのほほんとしててね、はいはいはい、で富山も今も富山の半分もあれ前田藩なんだよね。それで合わせて100万石なんです。そうか、それでね結構豊かだったので、料理も京都のものが入ってくる。それからもう一つ寒いのでね、はい、あの寒い時にも持ちこたえられるような料理が多いんですよね。なるほどね、それからもう一つ香箱ガニってちっちゃなカニね、はいはいはい、でこれ脳みそが美味しくて、あのここにお酒を入れてキュッと飲むあらうまそう。これがね12月1月の金沢の風物詩なんだけど、あそう、なかなかね、そうでしたか、そう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 、まああともお酒飲むんでしょ。そうなんですの、お酒のつまみには最高ですね。そうですね、あのじゃあすいません一杯いいですかって言いたくなるような、うんうんうん、ところですよね、ここね、うん、本当居酒屋だったら飲みたいぐらいですけどあのでも世界の珍味って多分先生も相当ね召し上がってらっしゃると思うんですけど、ええ、まあちょっとここのとこねご旅行とか取材には行かれないでしょうけど、なんかこれは美味しかったっていうのありますか。私ね無造作に、要するにお酒が主力でね、お酒が主力極端な話、はい、ピーナッツ1個であのボトル1本ぐらい飲みますよ。本当にそれは本当の酒飲みですよね。いやいや、あの若い時ね、今も年取ったからそんなに飲みませんけどもね、あの王子の10分の1ぐらいしか飲めないんじゃないかな。で珍味ね、珍味といえば私四川省でサソリ食べたな、はい、あんたも食べたでしょ。私も食べました、サソリ、あの唐揚げみたいな、そうそう、からあの焼くんだよね。そうですよね、塩をかけた味、塩味で、私の時は醤油かけてたな。私サソリ結構美味しかったですよ。でもそれからね、あの変なつまみといえば、あの例のバッタとかコオロギとか、ゴキブリの天ぷら、まあこれは食べられなかったな。いや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 、それはいや、これは中国じゃない、これはミャンマーですけどもね、ただミャンマーのチャイナタウンだから、はい、やっぱりミャンマー人じゃなくて中国人が食べてるのかな。あのあれでしょう、浅野さんは中国の、うん、かなり少数民族のところいろいろ回ったんでしょ。そうですね、雲南省四川省なので、うん、結構山奥ですとかね、まあ、山岳民族の方なんかは結構回ってましたけども、そうすると例えばら トンパは何省だっけ。トンパ、トン、まあ雲南に分布されてますよね。雲南だって26ぐらい少数民族いるんですよね。はい、まあ、雲南だけでも、雲南といえば松茸だけど、松茸、そうですね、食べました。マスタケもちろん、それからお茶も美味しいですもんね。雲南は禅寺が多いね、確かね。ああ、お寺多いですね、確かに。あそこね、あのほら大東亜戦争の時の激戦地だから、おあのあ山奥のね、あの国境地帯行くとラモーとかさ、東越、うん、あの辺いまだにあの日本兵 の, あ, のあれですよ、遺骨たくさんありますよ。うね、あのね、お米が美味しいなと思ったことありますね、雲南で。あ、そうですか。まあ、まあ一説に、まあね、お米の伝来ってあの結構諸説ありますけれども、雲南省のその民族からじゃないかっていう説もあって、あのね、中国で、いや、まあ中国のお米のことをいろいろ言ってもあれですけど、結構パサパサしてたりするんですが、まあ日本のお米が一番美味しいですからね、もちろん、だけど雲南で食べた白米がね相当美味しかったんですよ。いや、雲南もほら南の方シーサンパンのあたり行くと、うん、あの辺はもう亜熱帯から熱帯に近いでしょう。そうね、お米も作ってるしさ、 そうですね、それとあの辺も仏教地域だしね、うん、で北行くとまた違うしね、
北行くと何かあのほら濁り酒みたいな変なお酒飲んでるし、あの結構少数民族ってのはまた違う風習を持ってるからね。うん、そうなんですよね。あの象を見ました、私。そういえば雲南で。ああ、象食べたの？食べなかったでも生き物で今ふと思い出して、なんだろう、象だ、象を見ましたよ夜。そうそう、あの辺インド象ですよね多分ね。まあ、日本にほら最初に来た象もインド象だから、花子って、花子ちゃん、そうそうそう、伝説の、うん、そうそう、あれ上野公園に来たんですよね。あ、そうそうだそうだ、花子ちゃんって言いましたね。いや、そういえばあなたはそのおつまみの中で一番何が気に入ってたんですか？私やっぱりでもしょっぱいもの好きですね。しょっぱいもの好きなので、うん、世界のって話になると、まあ、私も四川にもいたのでね、あの辛いものは相当好きですけれども、日本だとおつまみは、私甘いものがあんまり好きじゃないので、小さい頃からもうしょっぱいもの系だったんですよ。まあ、だって四川の人、関平さん見たら分かるじゃない、絶対大福食べないからあの人そうそうそうあんまり甘いものってないのに、ね、そう。いやだから四川は、私は食に関してはもう本当に満足してましたね、うん、どこの道を歩いてもこう唐辛子を炒める香りがしてきて、うんうん、私は中国のあの四川省だけは本当に今でも食文化絶賛したいですね。よくぞ。あのめっちゃ、ちょっと今思い出した、あの中国の言語ってのは北京、上海、福建、うん、もう一つありますね。これ四川だったっけ？四川言葉は違う？全く。うーん、そうですね、うん、今日青い暑いね、今天好热っていう北京語を好贅よとかって言いますからね、どういう変化なんですかね。好は似てるから、イントネーションはでもだいぶね違いますけども、まあね、あの四川もほら、あの人鄧小平閣下は四川の人だからね。そうですね、やっぱりあの昔からあれは食の国で、はい、あのリーゴー食の食ね、そう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 、あの国のね、本当に何ていうのかな、独立不破っていうかさ、はい、あの独立心が強いですよね、あそこの人は。そうでしたね、本当に北京とか上海なんかのことをもう全然こうふんと鼻で笑うところがあって、うん、それで自給自足が結構できるところなので、野菜も何もかもそういうものがものすごくあの豊富でね、一緒にしないでくれってよく言われました。それは何、自炊してたの？民族学院ってとこに留学したので、でもほぼそうですね、裏の市場に行って、自炊はしてました、ほぼ。で下宿ですか、寮ですか？寮ですね。あ、寮でね、寮でしたね。それはまた楽しかりし日々ですか、それとも今思い出すと、なんかな、なんだかなって感じ？いや、あの多分人生で最高にキラキラしてた、あ、そうですか。まあ、あのその少数民族エリアにね、もう半年ぐらい行ってたりしたので、まあ、もちろんそのいわゆるその漢民族の人たちがいるエリアというよりは少数民族のお勉強だったのでね、相当奥地の方に行かせていただいたので、それは本当楽しかったですね。なるほどね。あのそうそう、あのトン族っていう人を一遍ガイドで雇ったことあるんだけど、はい、日本人とそっくりだね、顔がね。あ、それからね、それからトンパ族。あ、トンパ文字のトンパ。トンパ文字見てると、あれはあの今の日本の若い人がスマホで使うあの絵文字ね、はっ、そっくりじゃない。はっ、本当だ先生。そう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 。そう、トンパ文字ね。で、トンパ族でトンパ文字読める人今もうほとんどいないんだよ ね、 いないでしょうね。日本の学者とそれから大英博物館の専門家と、なんか 2,3 人しかいないらしい。もう滅びちゃった。で、あれだけ残ってるんですよね、文字が残ってる、うん、そうそう、あの本当にあの平たく言えば可愛い文字なんですよね。そう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 、こうアートな感じで、Tシャツにしたいような。そう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 、あ、トンパ族の方と、そりゃ面白い。あの、結構ハニ族という、民族の方々と、まあ、これはあのテレビの取材で行ったんですけど、ここもまた面白い食生活だったなと思ったんですけども、薬草をね
かなりメインにして、うん、結構鍋みたいな感じで食べてらっしゃるの。はあ、うん、あのウイキョウとかね、ウイキョウというとなんとなくもうただの漢方なイメージありますけれども、ウイキョウなんてもうお鍋にどっさり入れて、いわゆる鍋料理なんですよね。そりゃ健康になるなと思って。なるほど ね、 ね、今その漢方で思い出したんだけど、うん、漢方っていうのは中国から来て日本に定着した漢方というふうに思ってる人いるんだけれども ね、 ね、ちっちっちですよね。違うんですよ ね、 ね、あれ間違いなんですよ、ね、和漢なんですよね。あれは和訳なんですよね。だからなんで漢方にしちゃったのかね、あのやっぱり蘭学が入ってきて西洋の薬だからこっちも噛んでいこうって漢方ってうっかりつけちゃったんだけど。うっかりですか。そうそう、ひどいね、うっかりって。でもだから中国にある漢方薬と日本の漢方とは全く違いますよと、はい、いうことをちょっと最後に知っていていただきたいなと思いましたね。はい、あの日本の漢方は本当にあのちゃんとこう日本人の体に合ってるね。そうそう、漢方なんかにも相当研究され尽くしてますから。いやだからあれ漢方と言わないで和訳、平和の和ね、和訳と言った方がいいと思いますよ、うん、最近ねそういう呼び方をしようっていう、うん、あの向きもあるみたいですよね、うん、そうなるとあの私たちのこれからの健康にも、もうほら変なウイルスがこれからどれだけねまた蔓延するか分かんないじゃないですか、うん、だからそれはまあ市中でどれだけ行ったって厚生労働省が動いてくれないことには名前変えられないから、うん、そうね、そうそう結構大事ですよね、そういう呼び名もね。あの今の厚労大臣はなんかもうコロナ対策でね、他のこと考えてる暇なんです確かに余裕ないです ね、 ね、うん、まあみんなヘトヘトという感じですけれども、うんうん、まああの珍味もね時々その体、そうそう、珍味の話してたんだよとにかく私はその金沢の、うんうん、卵巣をぬか漬けにした、うん、しょっぱいものっていうのを食べてみたいなと思って、うん、いや大福はダメですね。大福はちょっとねはい、まあ、塩分もちょっとこの暑い中は大事かもしれませんよ、はい、あ塩大福ってありますよあそっちかじゃあ先生塩大福で一杯やりましょうか、 なんかね、あのね、酒の魚になるかな、まあ、いずれにしても飲み過ぎ注意ということでございます。そうそうそう、お互いに、はいはい、お互いにね、はい、どうも失礼しました。はい。